はい、みなちゃん、ゲームイズナビロです。はい、みなさんこんにちは、しろです。というわけで、はい、鳥獣神祭1月は今年2回目で、はい、ソロモンも2回目、はい、っていうことで第2回ソロモンチャンス。ソロモン1体ちょっとね、進化で取っときたいんで、うんうん、1体だけ狙っていきたいなと。今2位ですよね。今2位でもうどっちも神化にしてるんで、うんうん、あともう進化もちょっと1体でいいかなということで、うん、30連だけ引いて、あとは何かラックの高いものが出てくれればいいなっていう感じですかね。誰が高いんですか今ちょうど。今ね、はい、この前ちょっとね、ちょろっと整理したんすけど、こういう時にマーク欲しくないですか。あー、わかる。それでそうだね、ちょっとガチャゲンラック高いやつみたいなやつも欲しいよね。やっぱ龍馬がね、うん、高かった。あー、高っ。この前に自分マジ高いね。あとそう、てかアポロ、自分もうね、アポロが欲しい。あー、あと逆にそう、はい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 、あとブライトとかハーレも欲しいっすね。そう、てか結構高いっすね。結構ね、そう混ぜたら地味に50超えてるのが地味にいた。龍馬いいな。龍馬ちょっともうこの際なんかね、うん、本当したい。もうね全部混ぜた龍馬は。でもさ、1体出たらあれですよね、取って枠にできますよね、うん、あ、できる。そのあの開運でね、うん、開運であれで、すごい。あ、そうだね、エスカの枠とかできるじゃないですか、うん、だから、だからそう、もうなんかアフロとかもね、そうしたいんだよね。だからなんかさすがに X は混ぜれないけど、そうですね、うん、出てくださいっていう感じで、ちょっとね、アポロも枠になったら最強だろうな。ジュリクラスだろうな、うん、ちょっと枠になったらメメント盛り頑張ろうかなって思う、うん、単純にだけ、まあ新メモ引きたいんでね、ちょっと今回は。そうですね、うん、龍馬欲しいですね。龍馬欲しい、うん、こうなるとね、 MV の復刻とかでも龍馬狙えるから、結構龍馬高いのは熱いですよね。あ、確かに今年 MV あるのかな。どうなんでしょうね。なんか摂取マジ出ますね。結構出るね摂取マジ出るね。鳥獣はね、全部ラックゴってのが熱いからね。あ、すいません、今日ね、はい、ちょっとガチャリドラ、リアルガチャリドラ大名人ちょっと持ってこれなかったんで、あー、 B 使ってたんでね、うん、そっか、ソロモン龍馬が欲しいのか。じゃあデモーさんも十分いますし。そうですね、ソロモンかと思ったよ一瞬。ヘイムダル。一瞬ソロモンかと思った。ヘイムダル。超一瞬。0.2 秒ぐらいソロモンかと思った。ラスト。ラスト。早っ。早いな、もう。でも爆笑はしないのか。ですね。ヘイムダル摂取。まあいいとこ引いてますよね、一点。うん。ヘイムダル強いからな、いまだにな。まあ、ソロモンがぶっ壊しちゃったけどな。ヘイムダルね。一番嫌なのはワイドマンです。確かにオーバーしてる。お、珍しい。うわ、久しぶりに見た。ボックスいっぱいです。やる気なくなりますよね、これ。これもじゃクエストも引きなくなるし、ガチャ引きなくなるし。はい、というわけで、まあ、摂取ともうちょっと一括売却出る。うん、もうちょっと一括売却できるから。摂取とヘイムダルでしたね、はいはい、まあでももう自分もね、もうとりあえず2体いるから、ソロモンに関してはなんか、うん、がっつり狙いに行くことは多分ねないと思いますんで、また定期的に引いていくかなっていう感じでね、うん、毎月ちょっとずつ引いていこうかなと思います。はい、はい、まあなんでね、年末、あ、年始か、年始出なかった人はここ本当狙い時だと思うんで、うん、出ました、出ませんでしたね。なんか2ヶ月目あるじゃん、そういうの、うん、2ヶ月目はちょっと出やすかったとか、うん、あるよね、1ヶ月目でもちょっとまた結局出なかったとかあると思うんですけど、ぜひ出たら出なかったら、はい、ぜひお願いします。いや、まあでもちょっと死に目もあるし、バレンタインガチャも来るかもわかんないから、ちょっと取っときますって人はちゃんと録。確かにバレンタインありそうだよな、もしかしたらね、うん、もしかしたら、もしかしたらね。今回も夢の大丈夫、はい、2からお送りしました。ナイプでした。シロでした。ご視聴ありがとうございました。アカウントを量産して、ナオシロの動画に低評価をつけまくってやるぜ。やめてよ。